ザビッグは1979年8月25日から1986年3月30日まで放送された朝日放送制作のビンゴを使ったクイズゲーム番組である。本校ではリニューアル後のザビッグチャンスを呼び生クイズだよ。日本全国ザビッグチャンスについても触れる。当初は 関西ローカルの深夜番組で毎週土曜23時20分翌0時15分に放送されていた。ABC ホールからの非公開性放送で、坂東栄治、桂文鎮、小福亭鶴瓶の3人がレギュラーを務め、安倍則りがアナウンスを担当していた。坂東栄治の起用は、上岡龍太郎の推薦があった。また、他に、赤カシさんまが、 外からの生中継を担当していたが、サンマは早々に降板した。鶴瓶はゲームの仕組みを把握していなかった。この当時のゲームはあらかじめ視聴者に配られたカードで、生放送中に実際にビンゴゲームを行い、前半では放送中に選ばれた数字が縦横斜めの、いずれか一列揃った人が番組に電話をかけ、 電話が通じた先着3から4名の視聴者が賞金をかけたクイズに挑戦するというもの。後半では毎回異なる特定の枠内に放送中に選ばれた数字全てが収まった人が番組に電話をかけ制限時間内に電話が通じた全ての人が三菱ミラージュへの挑戦権を獲得番組のエンディングでもう一球を選び その数字が指定された枠の残りの2マスのいずれかに当てはまった視聴者が三菱ミラージュを獲得できるというものだった。この番組で使用されていたビンゴカードは現在パーティーグッズとして一般的に流通しているものとは異なり25マスに1から25のすべての数字がランダムに記されているものであった。ビンゴの確認はカードに書かれた。 コードナンバーを視聴者が申告すると、バンドの松下さん、チェックの掛け声とともに、スタジオの表示板にそのカードの数字が表示され指定された。コンピューターを操作していた松下さんも影の人気であった。ランダムで選ばれた赤枠の中に赤い数字がすべて収まっているかどうかで確認された。ビンゴの番号を読み上げたのは、当時は外国人女性だった。 また、ビンゴの開始の際に司会者の3人が、ビンゴシュート。と声を揃えて発していた。音楽は、セリーザワヒロシが担当。初期のテーマ曲、セクシー・ウィンドも彼の歌唱である。この携帯での放送は1982年4月3日、放送文をもって、一旦終了し、最終回では、さよならザ・ビッグ。と題して放送された。番組は、 その後、1983年3月6日に放送を再開。放送枠を日曜11時11時45分へ移し、ABC ホールでの公開録画番組として放送されるようになった。放送再開時には鶴瓶が降板し、代わって鶴瓶の弟で死である、正福帝鶴氏がレギュラーに加わった。また、放送再開時には、 ネット曲もつくようになり、系列曲の北海道テレビが毎週土曜11時11時45分に放送していた。しかし、1984年4月1日放送開始のドゥアップ海王テレビから、同日曜11時枠でテレビ朝日制作番組を同時ネットするようになった影響で、番組は1984年4月9日から、 毎週月曜23時30分よく0時32分に放送されるようになった。この枠での放送は全国ネット化直前の1984年10月15日に終了した。1984年10月21日からはザビッグチャンス。と名を改め、毎週日曜10時11時に放送のテレビ朝日系全国ネット番組として放送されるようになった。 この全国ネット化を果たした際に、鶴市が降板し、代わって、稲川淳二が、レギュラーに加わった。また、全国ネット化以後は、番組前半で視聴者にチームによる、対抗戦形式での商品獲得クイズゲームコーナーを、後半で、ビンゴコーナーを行うようになった。1985年3月までは、 関西ローカル日曜昼時代と同様に ABC ホールからの公開録画だったが、1985年4月に生クイズだよ。日本全国、ザビッグチャンスと解題。以来、番組自体が終了する1986年3月までは、関西ローカル土曜深夜時代と同様に ABC ホールからの非公開生放送となった。また、同年10月からは、 ゲームコーナーを廃止し、1回目のビンゴで選ばれた視聴者が電話でフットワークうまいもの瓶などの商品をかけたクイズに挑戦するという形に変更された。これも関西ローカル土曜深夜時代のクイズとほぼ同様の進行方式である。公開放送時代から自動車を獲得した監修を称えて天井から大量の紙吹雪が降り、 エンディングまで降り続くという演出があったが、非公開になってからもエンディングの紙吹雪のシーンは、引き続き行われていた。なお全国高等学校野球選手権大会が、行われる8月本期は、朝日放送ではそれを優先するため、後日に臨時枠移動の措置が取られたが、朝日放送以外のテレビ朝日系列局に対しては、本来の放送時間に朝日放送からの裏、 送り先行ネットを行った。放送時期、配布方法により3種類が存在する。全国ネット開顧のツボネを以下に記す。ザビッグチャンスに関するカテゴリー生クイズだよ。日本全国ザビッグチャンスに関するカテゴリー。ありがとうございます。